はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、取材する YouTuber こと、入速通信社の須田慎一郎です、えー。今日はですね、ちょっと本題に入ります前にですね、 二点ほど皆さんにご報告があります1点目はですね、あの謝罪です。久方ぶりにですね、取材する YouTuber ならぬ、謝罪する YouTuber が復活させていただきます。そのことが復活しなくてもいいと言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前回ですね、報告させていただいたオンラインカジノ、オンカジンについてなんですが、ベラジョン社というのが登場したかと思いますけれども、そのベラジョン社がですね、会社を登記し、なおかつサーバーを置いている場所がですね、キュラソー島である あるということをですねご報告させていただきました。まあ、この点に関してはですね、私自身ちょっと自信があるスクープネタだったと思うんですが、肝心からなめのとこ間違えちゃったんですよ。あのそのキュラストとのですね所在地なんですが、中央アフリカではなくて中央アメリカ。 カリブ海に浮かぶです、ねえー、オランダ領ということなんですけれどもこの点についてはです、ね、お詫びして訂正申し上げます、えー、キュラソー島はです、ね、中央アフリカではなくて中央アメリカだったというところですね、えー、これが1点目そして2点目なんですがいよいよ迫ってきました今日の、ねえー、こと,ととも関連するんですが参議院選挙選挙本番を迎えましてです、ね、7月10日に投開票日を迎えますと。 えー、7月10日にですね、投開票日を迎えるんですが、この7月10日、ねえー、生配信です。 ねえー、当チャンネルもですね、えー、選挙特番という形で、えー、生配信をさせていただくということになっているんですが、これがちょっと複雑な,な生配信でしてね、えー、一体どういうことかというとですね、私その晩、日本放送の方からですね、えー、飯田浩二氏と二人で、えー、選挙特番をご報告申し上げるんですが、8時くらいからかな、えー、の時間帯はですね、そちらの方でちょっと出演させていただきまして、それが終わってですね、駆けつけます。そしてですね、ここからですね、えー、その続きを、 やらせていただきたいと思います。まあどうでしょう。一定程度ですね、参議院選挙の結果が出た、そのことを踏まえた上で、えいろいろとですね、解説、あるいは質問に答えていく、あるいは皆さん方の意見を拾っていくというようなことをですね、えっ、ー、と、入速通信社の方のチャンネルでやらせていただきたいと思います。一体何時から始まるのかというのは、要するに日本放送終わり次第ということですから、まだ時間は不確定なんですけれども、えとりあえず、まず日本放送を聞いて、 ねえー、そのままですね、この入速通信社の方にですね、えー、シフトしていただければいいんではないかなと、えー、そんなふうに思います、えー。この詳細についてはまた追ってお知らせ申し上げたいと思います。まあ、今回ですね、我が入速通信社はですね、えー、じゃどこに 焦点を絞って、どこにですね、突撃取材をするのかというと、2箇所あります。1箇所はですね、えー、まあ、立憲民主党の元幹事長が出馬される、福山さんがね、出馬される、えー、京都です。京都選挙区。突撃取材をさせていただきたいな非常にこう、面白い選挙区でしてね、福山さんが、え、まあ、もちろん、えー、利するわけなんですが、それに対抗してですね、日本維新の会、 日本維新の会も校舎を建てるんですがその日本維新の会の候補者をですね支援するのが前原誠二さん前原さんということでなんとなんと国民民主党とのですね日本維新の会がドッキングするとで前原さんというとですねもともと福山さんの親分と言ったんですか兄貴分にあたる人でもともと福山さんという方はですね前原グループのメンバー。 だったんですね。ですから、そんな前原さんをですね、総理代表にするために、福山さんはかつては汗をかいていた。ところがですね、例の希望の党騒動で、このお二人はですね、たもとを分かって、福山さんは立憲民主党の方に行く。それ以降ですね、やっぱり前原さんに対してですね、えー、非常にこうね、厳しい対応で臨むみたいなね、そんなような二人の関係がありましてですね、おそらく前原さんとしては、あいつだけは許せない っていう気持ち、ねえー、そして福山さんの方としてはですね、どっちかっていうとですね、政治的な立場は俺の方が上じゃないか、俺の方が優秀じゃないか、俺の方が立場上じゃないかっていうね、えー、そういったですね、 あのことがずっと旧民主党・民進党時代からおそらく福山さんの胸には渦巻いていたそれはいよいよ立憲民主党の立ち上げとともにですね前原さんと立場が逆転したということで一気に前原さんに対して冷たい対応に打って出るまあどうでしょうねお互いに男の嫉妬みたいなところがあってですねそれはドロドロの。 ドドロドロの選挙戦になっている前原さんはですね、えー、今回の選挙戦で最大の目的となっているんではないかなと、こんなふうに思いますね。前まいにしてもですね、前原さん、全力で今、えー、福山さんを落としに動いております。その辺で、前原頑張れみたいなね、えー、それは前原頑張れじゃないですよ、前原頑張れと言いたいところではあるんですけれども、まあ、それについてはですね、まあ、今後、ちょっと取材の結果をね、えー、ご報告させていただきたいなと思います。そしてもう もう一つ選挙区を挙げるとするならばこの東京です東京激戦区ですねすさまじいですね令和新選組の山本太郎代表もこの選挙区に出馬するということになりましたファーストの会の荒木代表もね出てくるということですし生稲晃子さんであるとかねそうそう忘れちゃいけないのはやっぱり蓮舫さんね、えー、蓮舫さん断トツに、えー、そのね選挙戦では強みを発揮しておりますけれども果たしてその蓮舫さんがどうなるのかもう見どころ満載ですこの東京においては。 この2箇所、まあ、いずれにしてもですね、えー、選挙戦、選挙投開票日までにですね、えー、何回かレポートできたらいいなと、えー、こんなふうに考えております。えー、そしてですね、まずその入り口として、ちょっと今回の参議院選の私にとっての注目ポイント、組織化されていない無党発想と、まあ今回の参議院選挙に、 ま入りすす前にですねちょっと面白いニュースが飛び込んでいましたね、選挙関連ということなんですが、かつてですね、えー、みんなの党という政党があったんですが、みんなの党というね、えー、政党がありまして、そこの代表を務めていた、えー、渡辺芳美さんがですね政界を引退するという一報が流れました。 えーまあ、みんなの党ですね、首都不明金の問題が発生しましてね、資金問題が発生して、みんなの党は瓦解していきます、ね、当時よく第3局、第3局というふうに言われてましたね。このみんなというのは、もうこれ言うまでもなく、組織化されてない無党派層ですよと。 あのですから、組織戦はありませんどちらかというとです、ね、自民党であるとか、あるいは立憲民主党、旧民主党というのはです、ね、組織戦をです、ね、中心とする、まあ、そういう政党なんですよ。じゃあ、組織って一体何なのかっていうとです、ね、例えば自民党にとってみるっていうと、農協であるとか、日本医師会であるとか、まあ、そういったです、ね、団体、ね、であるとか、企業であるとか、でそれに対してです、ね、野党の方は、特に立憲民主党はです、ね、労働組合などの 組織ととといいううことになってくるんだろうと思いますでまず組織を固めてでそしてその上で無党派層の取り組みに動くというのが既存政党の選挙戦の戦い方なんですね。でこれ意外に知られてないんですがこの組織化されてない無党派層というのは全有権者のうちどのぐらいいるのかというとざっくり言って約60%いるとされています、ね、で,ですからそういった意味で言うとです、ね、圧倒的な多数なんですよ。まあ、この 組織化されてないな無党派層ただこれについてはですね非常にこうえ浮気症というかですね気持ち移ろいやすいんですねえですからちょっとした風が吹くとですねある政党の方にだーっと支持支援投票行動がですね移って一気にですね当選していくあるいは政権交代も起こっていくただその風がピタッと止んでしまうとですね、まあ、投票率は下がってきて組織力に勝る与党が有利になるというようなこの無党派層っていうのは本当に捉えどころがないグループ なんですね、加えて60%さらに最近ではですね18歳19歳のです、ね、選挙権を得ましたからこういったです、ね、無党派層はさらに膨らんでいるということなんですが渡辺良美さんはですね「みんなの党」と目を打ちまして改革を表に出して前、ね、面に打ち立ててそして無党派層の取り組みに動いたそういう政党なんですがそういった第三局が役割を終えたと いううなまあ、そういうい歴史的な意味合いを持ってくるところがですねじゃあこの組織化されてない無党派層っていうのは奉仕されたままなのかっていうと必ずしもそうではありません結果的にですねみんなの党が、えー、その役割を終えただけであってこの政党としての役割を終えただけであって、えー、これに対してですねこういった層に対して積極的にアプローチしていこうじゃないかというね新興、えー、勢力もですね、えー、いくつか誕生しております。そそのの代表的なのががつつは令和新選組でですすねそしてもう NHK 党です両方に 通ししているのどうでしょうでょねそういった無党派層に組織化されてない無党派層にアプローチしていく手立てとしてですね例えばツイッターであるとか YouTube であるとかそういったインターネットを駆使してえこういった無,無党派層にアプローチをしていくという点でいうとですね政策面であるとかえあるいは思想面であるとかそういった点では全く相入れないというかですね全く関係のない、えー、両党なんですが。 ただこの組織化されてない無党派層を取り込むにも当たってその方法論っていうのは極めて似通った部分があったんですね私もずっと取材してきてこう最近よく分かってきたんですけれども例えば令和新選組はというとですね、えー、このついこの間の日曜日夕刻4時からですね新宿のバスタ バスタ内にありますよね。私なんかもですね、よく、あの、新宿、飯田行くときに、えー、高速バス乗って行くんですが、そのターミナルがあるのがバスタと言われているところなんですが、新宿駅南口、バスタの前にですね、あの、令和祭りっていうのを開いてましたね。えー、選挙戦に突入するその前哨戦ということなんですけども、まあ、行ってみてもびっくりしましたね。まあ、ああいったところにはちょっと早めに行くもんですね、時間ギリギリじゃなくてちょっと早めに行くものですね、取材ね。午後4時からスタートだったんですが、その前からですね、もうイベントスタートしました。 何やってるのかというとですね、その連は新選組とシンクロしてるというか共感しているマジシャンが出てきましてね、マジックショーですよ。ですから、集まってきた人をね、飽きさせないために、そのマジックショーを開いていて、今日はですね、いつもだったら投げ銭をいただくんですが、今日はいただきません。その代わりいただかない代わりにですね、ぜひ、今回の選挙にですね、興味関心を持っていただきたい。 えー、投票所に足を運んでもらいたい、みたいなことを言っておりました。ここで、令和新選組に投票をなんていうと、えー、公職選挙法に違反してきてしまいますんでね、それについては言えない。 ただ、あの、選挙に興味を持ってくださいということで、えー、聴衆、監修をですね、大いに盛り上げてきました。午後4時になりました。4時と同時にですね、マジックショーは終わって、いよいよ山本代表登場するのかなと思ったら、えー、ライブみたいのがですね、行われておりましてですね。で、そのライブでですね、まあ、盛り上がった段階で、いよいよ山本太郎代表ということで、もうフェスですよ。よ えー、まあ、まさに令和祭りということで。で、そこでですね、まあ、肝心なところはですね、そのフェスを開いて、えー、観客を集めて、投票行動に結びつける。そして、その一方で、看破やグッズ販売で政治資金を集める。まあ、えー、この二つの目的で、もういろんな日本全国各地でですね、えー、そういったフェス的な えまあ選挙活動をやっているというのは、令和新選組、支持を広げると同時に、ですね選挙資金を集めていく、で、NHK 党の方はどういう形かというと、ですねもうここははっきりしております、令和新選組がですね、比例区での当選者を出すことを最優先としていくっていうことに対して、NHK 党もそうなんですよ、比例区でどん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 票を積み上げていく、ただその比例区で票を積み上げるためには、とにかくこの選挙区で立てると。 でとはいっても、その選挙区で,ですね、立てたところで、その選挙区で当選する見込みはないんだけれども、投票用紙は2枚ありますよね、その選挙区と比例区、ただ、選挙区で NHK 党のですね、候補者の名前を書いて、そして比例区で自民党を書く、まあ、こういうパターンってほとんどないと思うんですよ。 両方とも同じ政党あるいは政党の候補者を獲とですから全国にですね当選の見込みはないんだけどもきめ細かく東京なんてすごいんですよ複数人立てますからねまあそもそもそこでの当選はなかなか見込めないんだけれども、えー、そこでですね票をずっと積み上げていって比例区でがっさり集めて比例区で何人か出す当選者を出す。 もしくは、政党要件を満たすためにですね、直近の参議院選挙で、えー、投票,得票率2%、私はどっちかというとですね、えー、比例区で当選者を出すということよりもですね、国会議員が1人いて、そして、えー、直近の国政選挙で、えー、得票率2%をゲットできれば、えー、政党要件を満たして国政政党という形になる、そうするとですね、えー、政党交付金が出てくるという形になりますから、えー、そういった結果をです、ね、目指している、そういう政党なんだなと。でそし そしてですね。選挙で立てる資金がどうするのかというと2つあります。1つはですね。同じようなやり方で各自治体のですね議会にですね候補者を立てて、そこは比較的容易に当選しそうなところに立って,ていくで当選するとですね。その議員に話し合われる報酬のですね。一部分が寄付金として nhk 党に入ってくると。 いう形ををって政治資金を集めるそして還流してきたその政治資金がえ次の国政向けてのですね選挙資金になっていくとね、えー、公認料とかの選挙資金になっていくという形になっているそういうパターンなんですね。でその間ですねたらずまいが出てくるとそれは借り入れによって賄ってる。もうこれは政治資金 報告書をですね見ていけば、丹念に追っていけば、ですねそういう仕組みになっているんだということが見えてきます、つまり NHK ともですね国政政党であることを最優先としている、そういう政党なんだと、そのためには、ですねこの組織化されてない無党派層をどういう形で取り込んでくるのか、この辺を徹底的に考えた、そういう政党だと。 ですから、代表である立花、えー、さんがね、まあ、いろんなところで,です、ねえー、ネット上で情報発信をすることによって、あるいはいろんなイベントで非常にです、ね、目指す行動を取ることによってです、ねまああの、言ってみればネットを通じて有権者の関心を買い、えー、少しでも投票に結びつけていく、無党派層を取り込んでいくということをです、ね、主眼に据えた政党であるということが分かってくるんだろうと思います。 そしてですね私が今回の選挙でですね一番注目しているのがこの参政党なんですよこの参政党ねそのやっている方法論を見ていますとですね非常に令和新選組や NHK 等のですねやり方を研究し研究し研究し尽くしてるなーっていうことが見えてきます。でそもそものやり方としてはですねやっぱり情報発信としてはツイッターであるとかユーチューブ ここは元々主体になってましたただそれだけではありませんネットとリアルの融合っていうのを強く意識しておりましてねまあ日本全国各地、ね、街頭宣伝を繰り返し繰り返しこれまでのずーっとやってきた、ね、そういう政党なんですねでそうするとですねこう最近見てますとねすごいですよ、ね、例えば東京都内あるいは神戸とかの街宣活動をですねちょっと取材に行っていますとですね1000人2000人簡単に集います。 まあ一種のムーブメント、ブームをですね、ネット発で起こしていることは、これ間違いありません。で、そしてですね、その一方で5月にはですね、意識改革サミットというですね、まあ言ってみれば政治資金パーティーです。これが飛ぶように売れてましてですね、例えばですよ、SS 席が10万円するんですよ。S 席が5万円。 これがですね、発売と同時に即日完売。この日に集まった政治資金が、まあ、あえて政治資金と言わせていただきますけれども、政治資金は2億円を超えたとも言われております。資金的にも非常に潤沢ですから、候補者を擁立する。ですから、まあ、そういうネット発で情報を発信していって、そして、その、どうでしょうね、ある種、リアルとネットの融合という形で、外線活動を捉えて、 そこでファン層を拡大していってでそして、まあ、ある種こうオンラインサロン的な党員を集めるとこれがなんとですねそれが有機的に活動すればですねもう立憲民主党を党員だけでもですね凌駕してるんではないかというふうにも見ていいんではないかなと思いますね。 まあ、そういった意味で言うとあのそのネットをです、ね、本当に駆使してそして資金を集めて集めた資金で候補者を立てていくで結果的に、えー、比例でのです、ね、当選者確保その点については NHK 党と一緒です、えー、選挙区で立てたとしてもです、ね、それは比例区の票は上積みしていくということが大きな目標でしてで結果的にです、ね、おそらくどうでしょうねこれまでの勢いこの勢いが続けばです、ね、比例区で,です、ね、200万票以上は獲得することが できるのではないかなと私はそう見てるんですね200万票以上 今の勢いが続けたんですよそうすると1人ないし2人は当選できる比例区で当選することができるんではないかなと思いますね。まあ、そういった意味で言うとどうでしょうねあの私もですねいろんなところで一緒に仕事をさせていただいた言ってみれば参政党を切ってのです、ね、著名人ですね有名人ですね武田邦彦先生当選も比例区出馬しておりますんで見えてくるのかな。で加えてですね私ちょっと不思議な状況を見たんですよ今回観察というかです、ね、見つけたんですね。それはどういうういいことかというとか党のカラーというと これオレンジなんですよ。で「れい新選組」というとですね,ピンクですよね三政党で、まあ、オレンジの T シャツを着てボランティア活動をされている方が、えー、結構熱心にボランティア活動をされている方がかなりの数いらっしゃるんですがあれあのボランティアの方々どっかで見たなでどこで見たんだろうなってねなかなか思い出せなかったんですけれどもよくよく思い出してみると以前ね この令和新選組のですね、えー、ボランティアで、えー、選挙活動をやっていた、だから当時はですね、あのピンクの T シャツを着ていた方が、今回の参議院選挙ではオレンジの T シャツを着て、賛成とのです、ね、ボランティア活動をやってるなんて人がですね、私の確認したところでも2人ほどいらっしゃいました。ということはですね、この組織化されてない無党派層の特徴としては、やっぱり、えー、その時その時のムーブメント、 というところに乗っていく政治には関心があるどっかの政党に投票したいんだけれども、えー、既存既存政党には投票したくないな、えー、自分のニーズと合致していないなという人がですねやっぱり一定層いて、えー、まあ、その中でですね支持する政党が決まっていくのかなと思いましたねまあそういった意味で言うとですね社民党ですね、えー、かつてはですね旧社会党を源流とする 新設政党ですよ。比例で福島水保さん立っておりますけれども、とりあえず社民党の選挙前の現有勢力というと、衆議院で1人、参議院で1人で、えー、ということで5人を下回っておりますから、直近の国政選挙で2%、前回の衆議院選挙で何とかですね、得票率2%を上回ったもんですから、政党要件をギリギリ満たしたんですが、まあ、今回どうですかね。組織化されてない無党派層には、 ほとんどアプローチはできておりません。だからといってですね、えー、社民党のですね、支持している組織、も高齢化も進んでますし、えー、人数も減っておりますから、ちょっとそこだけで依存してるだけだと、えー、福島瑞穂さんの、えー、当選もおぼつかないのかなと、えー、旧社会党のですね、 残り身もですねいよいよ今回の参議院選挙をもって消滅していくのかな、まあ、ですからこのどうでしょうね、えー、長いトレンドで見ていくと、まあ、今回の参議院選挙でね一気にそういった傾向が進むとは言わないまでもですねやっぱりこの組織化されてない無党派層を取り込まなかったところはどん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 凋落傾向に陥っていく立憲民主党もその傾向に私はあるんではないかなと自民党を批判するとかねあるいは国民民主党を批判するとか というところでやるんではなくてやっぱりこの組織化されてない無党派層をいかに取り込んでくるかどうやったら取り込めるのか。 確かにですねかつて旧民主党がですねその政権を奪取したときは大きな原動力になったんですよ、あのときやっぱり風が吹きましたからね、もうビュー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 風が吹きましたから、ただ風頼みの政党から脱するためには、ですねやっぱりこの、えー、どういう形でここにリーチをかけていくのか、取り込んでいくのかというところをですねやっぱり真剣に考えていかないと、立憲民主党もですね、まあ、どなたが代表になろうとも、凋落の一途をたどっていくことになるんではないかなと、場合によっては自民党もそういうことになる可能性 だってあるわけですから、今回ですね。その、えー、最初の年にいっていうんですか？まあ、その傾向はありましたよ。その傾向はですね。令和新選組、nhk 党がですねここまでその影響力を出してきた発揮してきたというねその講師となったわけですから、続けてその参政党っていうところが出てきました。まあ、この参政党のですね。選挙結果がどうなるのかというところがですね。やっぱり10年後、20年後の日本の政界を考えてみた時にですね。えー、まあ、大きな意味合いを持ってくるのかなと。 ね、何らかの影響を与えるんではないかなと、まあ、最後に言っときますけれども、組織化されてない無党派層、これを別の言葉で言えば、政治的な言葉で言えば、大衆というところになります、大衆、これはですね、世の東西を問わずです、ね、この大衆をいかに取り込んでくるのかというところがです、ね、政治勢力の大きな命題だったんですね、これは日本だけじゃありません。ただ、日本においてはです、ね、もうほとんど無視されてきた存在なんですね。 でこの大衆をいかに取り込んでくるのか例えば今フランスで選挙戦があってなぜか極左と極右がね虐待躍進を遂げたというふうに伝わってきてますけれどもこれもこの大衆にいかに訴えてその大衆をいかに取り込んできたのか。 というところで、極、極差の躍進が実現したんではないかなと。いよいよその流れが日本にもやってきた。そういう可能性が私は出てきたんだろうと思います。こんなことをですね、思いながら、今日のですね、動画の報告についてはですね、終了させていただきたいと思います。繰り返します。7月10日、ちょっとまだスタート時点は決まっておりませんが、選挙特番やりますんで、ぜひご覧いただきたいなと。 また時間の詳細が決まりましたらご報告させていただきます。ちょっと長くなりましたが最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。